Okay, we completed three run quests. Three, I'm recording four times in a row. Like from path one, and now it's path four, I guess. And what the hell I'm doing, but anyway, I'm ready to eat. If I have time, I'll use it. Good job, I'll do it. I've got three more, so I can do it. Three bees, one toy, one attack, I mean, I should say. And how's it going? How's it going, everybody? I'm doing pretty good, I'm still tired, so... yes, I'm tired, but I have to do it, because next week I have to start working, so this is not good. Maybe. Yoshi, yorukai? 何をボソボソ話してんだな、ボソボソの、完全ボソボソとかで。あべ、松明ねえ。松明ねえや。ちょっと待ってくれ、松明、洞窟いけねえや。無理だね、無理だね。戻ろうか。キメラの使うかもしれない。まあ、そのうちね、魔法覚えんだよ、なんだろう。なんだっけ、まあ、その松明を使えるっていう。松明を使うっていう。ん松明の代わりになる魔法を覚えるよ。何言ってんだろう。ごめん、ちょっと、ちょっと頭おかしいけど、まあ、ちょっとお疲れ気味なんで。まあ、お疲れ気味なんで。まあ、残念ながら、まあ、ちょっと今、言い訳をつって感じだけど、ごめんね。まあ、ちょっと言い訳させてくれ。まあ、ちょっとね、まあ、結構ね、まあ、かなりお疲れ気味なんで、何回言ってたんすよ。まあ、とりあえずまあ、薬草、つまり、あれだね、このゲームさ、トラケ、まあ、トラケの本当ワニか。トラケの本当が薬草の重要性ってかなり高いと思うんだよ。まあ、ほんと、回復薬いないからさ、魔法使いもないし、ほんと、MP も結構気づかなきゃいけないから、マジカルポイントマジックポイントか。まあ、結構薬草も重要ということだけど。タラララララ。まあ、そんなわけでさ、まあね、言ったっけ多分前回のバトル言ったよね。まあ、この音楽がいい。まあ、誰かが言った由来みたいな感じで、なんか。何回言ってんだ、初めて。まあ、そんな感じでね、まあ、なんだろう。まあ、ドラケ一発で倒したと。まあ、さっきのところ、まあ、一気にカットして戻らってもいいから、まっすぐ行ければ。ちなみに、山の付け合いは結構遠隔の程度高いんで、気をつけてくれ。一発で倒せる。すげえな。まあ、この平坦な、このまあ、なんだろう、このグラスランドの地が結構いい感じだと思うんでね。まあ、一番遠隔の少ないと思うんで。この山が結構遠隔の高いんで、まあ、気をつけてくれ。最近ちょっといろいろあったね。まあ、ちょっとお疲れ気味なんですよね。まあ、ちょっと申し訳ないんだけどね。まあベストの状態でやるって言えば、話も。と思ったんだけれども、これがあれだね。サソリ強いから、まあ、ギラでぶっ潰すと。結構強いね。俺ドラクエのさ、まあ、てかドラクエなんだろう。じゃあね、私のね、ドラクエの、まあ、プレイ歴について。ドラクエ1から、ドラクエ1から8まではやってます。で、今ドラクエ9と、10も出てんだけど、それはやったことないんだな、正直。まあ、てか、Wii も持ってないし、まあ、DS も持ってないんでね。まあ、残念ながら、ね、やれないんだよね。で、一応、でもあれなんだよね。ドラケン、1から4までファミリーコンピューターだったよね。でも、それちょっとしかやったことないんだ。ほんのちょっとしか。まあ、全然やったことないんで、まあ、クリアしたことないんだ。で、一応、初めてやったのは、まあ、この、あれだね。なんだ、トーチ。初めてやったのは、多分ドラクエ1だと思うんだよな、おそらく。ドラクエ、多分1だと思う。まあ、多分これだよね。このドラクエ1、2、まあ、一緒になってるやつから始めたと思われます。だから、どうすかね、普通にポケに行くかな。多分大丈夫だね。で、まあ、ドラクエ1、ドラクエ1、2ってやったのかな。ドラクエ1、2、6、3の順番だったと思う、多分。確かドラクエ6が、数年のドラクエ6が出た後にさ、ドラクエ3が出たんだよね。で、結構その、なんだろう。まあ、ドラクエ6が、まあ、スーファミで出て、まあ、そのなんか、まあ、さらにパワーアップバージョンとか、いろんななんか仕様変更みたいな感じでさ、あとはまあ、リメイクバージョンで、まあ、リメイクバージョンで、まあ、ドラクエ3、まあ、ファミコンからのリメイクバージョンが、スーパーファミコンとしてたんだけれども、匂いってのは知ってごめんなさいね。ちょっと頭もうね、ラリってっから、もうラリってっからもうね、ほんとね、もう申し訳ない。まあ、たまにはいいんじゃないかい。まあ、たまにはいいだろう。まあ、こういうこともあるっていうことでね。まあ、今ちょっと9月に入ったんでさ、まあ、9月に入っちゃったから、ちょっとね、俺の、個人的なね、なんだろう。いや、これどう？ちょっ
ったら把握してないんだよ、この場所。あ、ここ行き止まりだね、行き止まりだね、何もね、ここ。把握してないんだよ、この場所の、この洞窟の中なんだけど、内装ちょっと間取りちょっと把握しきれないけど、まあ、残念だから、まあ、ちょっと時間かかるかなと思われます。まあ許してくれよ。でもね、多分パート10ぐらいで終わると思うんだよな、俺。まあ分かんない、まあ、このペースいったらどうなるかわかんないけどね。あー、まあ出る。あー、いいか。どこ食らったらちょっと早すぎて見えないんだよ。なんだろう、表示速度下げるってなんか思うんだけどさ、下げるのさ、下げるとなんかサクサク進まねえんだもん、戦闘は。俺戦闘サクサク進めたい人だからさ。まあでも本当はまあ見せたもんね、見せるっていう見せ方言い方もだけどさ。ちゃんとまあやったはいいんだけどね。まあ基本的にはまあなんだろう、まあなんだ、主人公は攻撃した、ジオンの攻撃誰々を倒したみたいな、誰々は驚き戸惑っている、まあ、そういう感じのね。まあなんだ、リア充とリア充のまあ1対1の、まあここのリア充とここのリア充の1対1のやり手みたいになされてるんでね。まあその中でまあどんな感じでまあ戦略を練りつつも相手のその裏を突くかっていうのがこのドラゴンクエストの大変だと思います。まあこういう場合はもうファイアボールでもボーンで、これで OK。 こうすればもう完璧だね。160の経験値で次のレベル上がるっつって話か。あともうそろそろ感じでもうそろそろ分かんないけど、上下どっち今分かんない。でもどっちからも行けたはず。どっちからも行けんだけど、確かに。こっちの時期すごいね。どっちからも行けたと思うけれども、確か上から、あ、行けねえ。ごめんね、間違いだった。残念でした。上か。ちなみにね、ここは本当腕試し的な感じなんですけど、特にほんとお宝しかないんだよね。で、そのストーリーに関連するお宝別にないんで、レベル上がった。だから別に来なくても大丈夫でございます。ラリフォー覚えたね。ラリフォーは結構使える。ドラクエ1におけるラリフォーの威力はかなり異常だと思われます。あれ攻撃止まりか。で、順番的には、なんだ、ドラクエプレイできないやつ。あと3戦、これ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 魔法の鍵で開けるところね。ワン、ツー、ワン、ツー、シックス、なんだね、ワン、ツー、シックス、スリー、セブンかな、次。セブン、4、5、だと。お、1撃かな？よし、ナイスナイスナイス。よかった。まあ、レベルも上げつつね。で、俺、ほんとこれ怖いんだけど、音楽。ドロル。怖いね。目玉飛び出てるんじゃなくて。どんだけ悪趣味なんだよ。何分やってるこれ。全然記憶にねえ。まあ、でも一応ね、パート、まあ、一応、どうだけ結構進めてない、これ。まあ、一応、偉いと思う。はい、あ、お、倒した。オッケーオッケー。ギラの威力となんか普通にこなせる威力と変わんねえんじゃないかな。そろそろわかんねえけど。これはまずいな。これちょっとラルク聞く。これ。よしよしよし、ナイスナイス。今のうちに。こいつはやばい。こいつはやばい。早く倒さないと。やばい。起きた。早く倒せ。ふぅ、結構危ない危ない。結構今のやつ強いんで。とりあえずもうトラモン取ってもさっさとおさらばしようぜ。つってもあれだけどな。回収しよう。なんて言った驚くと笑ってる。ラリフォー使うラリフォー。ああ、もったいねえな。とりあえずここにしようぜ。まあいいや、もう全滅したら全滅するよ。お、意外といけそうだね。まあ一つあったら、マイラの村あたりで、まあレベル10あたりまで上げてもいいかもしんないけどね。また出たか。これだな、ライフォー。まあとりあえずやるしかないと。よし。あと一発だね。よし、オッケーオッケー。喋ってっからな。ちょっとね、変な喋りがしてんだよな。ちょっとなんか、なんだろ、あんま力入れねえ喋り方っていうかさ、喉で喋ってっから、ちょっとね、やっぱ喉が痛くなってくる。残念だわね。あまりよろしくないんだ、それは。それはあまりね、本当はね、お腹から声出したもんね。お腹を使って声を出すとほら、負担は実は少なく済むのである。で、なおかつ、なんだろう、まあ、腹筋も鍛えられるので、おすすめでございますよ。ということで、他にどんぐらい溜まってる？1080めっちゃ溜まっとるやん。大変だこれ、ちょっと半分だと。ああ、今25か。ちょっと、これなんか入ってる。よし、タイマツね。タイマツを、とりあえずあれだな。一回使っとくか、念のために。とりあえず問題を使って、どこ行けばいいんだろう。どっかなら、さ、ドロドロちゃん。ドロドロ、ちょっと水飲みながらやっていいか。ちょっと水飲みもちょっとさ、あれで、まったりやってくから。まあ、基本カットするけどね、そういう。俺が普段動画やるときはなんだ。
71ボルトが結構強いね。あれだな、ちょっと今ね、結構夜遅くやってんだよ。もう11時、てかもう12時前にやってんだけどさ、今さ、夜中のさ、もちろん同居人、その同居人のこともちょっとあるから、まあ、あれなんです、若干まあ控えめにしてるんで、まあそのせいもあって、まあちょっと声抑えめなんですよ。ここ、まあ違うね。どこから行けんだ、多分真ん中らへんかな。真ん中らへん行って、とか右の方とか行け道あるんじゃないかな。それとか別の道あったか。ちょっと記憶にこっち行ったっけ。ごめん。記憶にない。マジで記憶にねえ。まずい、どうすんの、これ暗いけど。そんな暗いねえな、思ったよ。あ、でもこういうの結構積み重なってな、ダメージ大きくなってくるんだよ。あ、起きちゃった。やべえな、早く、よし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 。完全道迷った。ごめんなさい。薬草のあと一個か。あれどうやって真ん中行くんだっけ。あかんな、これ何やってんの。これどっか上に行くとこなんだっけ。それも階段から行くのか。ここかな。これ結構見えたらなんかあったわ。おっ、ここなんかそれっぽいね。いや違うか。ごめんね、グダグダで、グダグダでごめんなさい。まあかどうする。まあいいや、 YouTube には便利なものがあるじゃないですか。便利な代物あるんだよ、飛ばせるっていうさ。ってこと飛ばす。うん、それでお願いします、それでお願いします。ありがとうございます。お、なんかいる、なんか新しいのがいる。ああ、回復しないでくれよ、ちょっとめんどくせえから。ほら、早く倒せそれ。そんなことで強くなかったのこいつ。ギラちょっと一発がもったいに、ね、お、これはなんだ、来てみたいか。力の種出た、力の種か。ちょっと待って、あ、ダメ、ちょっとね、アイテムがいっぱいになっちゃってるんだ。だからちょっと今で一回この位置しかなとか、まあ、一回宝箱を開けられると、まあ、一旦元に戻すことができるんだよね。嬉しいことに、幸いなことに、ね、で結構自由だな、このドラクエ1における種の存在ってのさ。だって結構そのなんだろう、さっき力の種に手に入れたんだけど、それでだってあれだよ、1上がるか、3とか4上がるかで相当違うもんだって、あの敵に当たるダメージって、かなり違うと思うんで、結構このゲームにおいてはさ、この話においてはね、まあ、その、1の違いが結構勝敗を分けることも結構あり得るんで、あ、なんか上にあるね。使っちゃってみようかな。てか何分やってこれ。20分やってる。まあ、とりあえずさ、あ、言ったか記憶ないけど、まあ、動画の長さ的には多分20分。15分から20分の間にしたいと思っております。あんま長くしすぎたくないんだよね、個人的に。まあいくらパートがいっぱい重なろうと思ってさ。お、力の戦士の指を手に入れた、やったぜ。これがその証だね。まあなんもないんだけど。まあでもいいだろう、まあ経験にはなる、経験とか思い出にもなるしな、思い出の品で、まあ記念品みたいなもんだね、これは。いいと思うよ俺は。あと宝箱どっかにあるもんだけど、どっかあるかな。宝箱でもいらなくねえか別に。じゃあこれな、何の効果なの、この戦士の指は。疑問なんだけどさ。これはなんだ。お、宝箱あった。お、結構意外とあるね。鉄の盾、マジで。はいはい、なんか捨てます。何がいいかな、何捨てる。キメランツがさ、キメランツが捨てるか。あ、でもいいや、これでいいや。どれだっけ、盾、レザーシール、これで OK。 これで結構強くなるね。ほら、自分上がる、めっちゃ上がるやんけ。やった、得したな、得したな。つかもう出る、てかもう全部解除したかな。ちょっと全然わからん。これであれだね、全部一気にあれだわ。防御力が硬くなった。これはかなりいいことだね。これもうここの敵で開くなんじゃないか。いいねいいね。あとあるかな、まだ目星もなさそうな気がするけど、もう外まで一気に行っちゃおうかね、もう。いい、よろしいですか。なんかもうなさそうな気がするんだけど、じゃあいいや、外出るか。うん、出ます。やれと思うな。やれちゃいました、出れなかった。頑張ったけど出れなかった。まだやれてしまった、とんでもないチャンスだよ。
王様になったら先生からうまく逃れてきたのはいいんだけどさ、あーせっかくでもお金ね2000ぐらい貯まったんだもん。でも今全滅したからもう1100もいい。超もったいねえべ、マジもったいねえわこれ。じゃあいいや、まあ、ちょっと時間も結構いい感じだと思うんで、まあ、ちょっと一旦こう切ろうと思います。次はガライの墓かな、多分その、まあ、さっき言った左上の左上の方の町の方に行ってみようかなと思っておりやす。そんな感じで何が待ってるのか、ファインダーというかさ、せいさじめんすいてけばあれ I love you. No home. No money. Thank you.